バロンズダイジェスト編集人の川田です。ここでは米国の著名投資週刊誌バロンズの日本語版バロンズダイジェスト5月10日号の読みどころをご紹介しております。さて、株式市場ですが、先々週金曜日に急落しました。しかし、週が明けますと、新型コロナウイルスの治療薬、ワクチン開発、これに加えまして、企業決算、特にハイテク銘柄の企業決算が多く出ましたですよね。それから経済再開の動き、これを大胆に先取りした格好でですね、主要指数はもうずいぶん上げました。ダウと SP は5営業日のうち4日間で上げ、ナスダックはすべての日で上げております。そしてナスダック総合指数、これ年初来の水準を取り返してるんですよね。いずれにしても本当に予想外にと思われる方が多いんじゃないかと思うのですが、強い相場でした。さて、今週号なんですけども、不動産関連の特集です。これどうですか？これちなみにですね、バロンズダイジェスト、こんな格好でご覧いただいております。で、今週号の不動産関連なんですけども、1番のカバー、これ1番のカバーですね。それから2番は不動産という題名。それから3番はインタビューですね。ここで、3つ不動産関連取り上げました。1番の、新型コロナ危機で経済がこれだけ打撃を受ければ、不動産市場も大きな甚大なダメージを受けるに違いない。しかし、記事の中では、専門家、それからここの記事の中での分析からしますとですね、それほど悲観的ではないんですよね。実際に米国の不動産市場を数字でこう抑えていきますと、必ずしもネガティブな見方にはならないんですよね。1番のカバーでは、こんな感じで、チェックしておりますですけどね。不動産の中でも住宅市場に焦点を当てております。冒頭で景気後退と住宅価格っていうのは必ずしも正の相関関係が高くはない。で、住宅供給っていうのはこの数十年で最も逼迫した状態だということなんですよね。そのために住宅の売買価格っていうのは取引が少ないっていうこともあるんですけども、下がってないっていう、こういう切り出し方なんですよね。その後、記事の構成は、第1段階では、住宅市場全般の現状、これが2007年の金融危機とは、随分違うってことを指摘しています。2番目では、相場、市場が上向くタイミング、これに影響を及ぼす影響、どんなものが、要因はどんなものがあるか、これを、挙げていますね。それから、第3段階で今回の危機がもたらす長期的な影響、それは今後の人口動態だとか、人々の行動様式、ここに焦点を当てて、もう元にも戻らないところもあるんだよね、という、そういうようなことなんですよね。で、最後はですね、我々、アメリカにいないんで、無関係なんですけども、もし、読者に語りかけてるのは、引っ越しを考えるんだったら、こういうことを考慮した方がいいよっていうようなアドバイスですね。で、記事の中で、2007年の金融危機と違って、今のアメリカの住宅の保有者っていうのは、売却をそんなに焦らなくてもいいっていうくだりが出てきます。つまり、今、住宅を手放さないとダメなほど、資金的に切迫してる、逼迫してるって人は少ないっていうことなんですよね。これはやはり過去10年に及ぶ長期の上昇相場、ここで大幅な、含み益がある。それから2007年の金融危機で、どう行動すべきか。いたずらに投機的な動きではない。じっくり、腰を落ち着け、冷静にマーケットを見る、それから自分の保有資産を保守的に保有す、見るというような、こういう慎重な行動姿勢が
今回の危機に対してのですね、余裕を生んだのではないかと思います。2番の不動産では、景気敏感で景気回復で恩恵を受けそうな不動産の投資信託リートなんですよね。11銘柄紹介してます。マーケットが2月19日から3月23日まで下がりました。その時は不動産も徹底的に売られたんですよね。で、その後の戻りではですね、実は SP500 には、まあ、出遅れてる、鈍いわけなんですよね。これ具体的にはですね、不動産セクターっていうのはまだ、年初来 15% 下、 SP500 は 9.5% ぐらいですか、下なんで、今言ったように出遅れてるわけですね。で、ただチャート、個々の銘柄のチャートを見ますと、ざっくり3分の2、6割ぐらいかなというところを、高値から4割下げたところというのが全体のイメージです。で、記事ではカテゴリー別ですね、産業施設、まあ、例えばデータセンターだとか、それから物流施設、それからヘルスケア、これはライフサイエンスとバイオテック向けに賃貸しているリート、それから、オフィス、住宅、それから商業施設、こういうカテゴリーで、おのおの銘柄紹介しております。で、3番のインタビューなんですけども、元クレディ・スイスにいた女性スターアナリスト、この人は随分有名だったそうですね。僕はもう、記憶にないんですが、彼女が住宅銘柄推奨してるんですよね。で、直近の価格動向だとか地域差、中古住宅と新築住宅の関係を踏まえて、トップピック、一番の推奨は、住宅建設大手のレナ、LEN ですね。それからパルトグループ、PHM、ここら辺です。一方、高級住宅建設トップのトールブラザーズ、これは TOL っていうティッカーシンボルですけども、これ株価の下げも大きくて、戻りも鈍いです。まあ、高級物件に対するやっぱり需給関係が少し今までと変わってきてる。まあ、これは株がこんだけ下がりましたですからね。ところでですね、この住宅銘柄は、私はあの日本人の投資家は、まあ、あんまり深入りする必要はないと思います。株価見てもらうと分かるんですけどもね、どうにもなかなか我々では、その米国株式に投資するっていう、その一番の醍醐味、成長だとかですね、大化けするとか、そういうようなですね、醍醐味がですね、享受できないようなセクター銘柄群だと思っております。まあ、ですから、まあ、読んでアメリカの市場が経済がどうなっているのかという理解はするんですけど、してほしいんですけども、投資にまでは至らなくていいんじゃないかなと思います。4番の食品、これは少しお笑いの記事で、資源ごみの回収かごから分かる巣ごもり消費の動向ということなんですよね。要は巣ごもりでアルコールの消費量が増える。これ皆さんもそうですかね。僕はそんなにもうたくさん飲めなくなったんで何にも変わらないですが、でももしそうならアルコール飲料銘柄には朗報ですよね。しかし現実にはですね、外で飲む、つまりレストランやバーで飲む、その落ち込み分を家飲みでカバー しているかどうか、これはっきり言うとしてないそうです。そういう意味で、株価関連銘柄、ビール銘柄だとかウイスキーの銘柄、ここに過大な期待をかけるのは、まあ、間違っているというようなことですね。それから、あと消費行動の変化でですね、テイクアウト銘柄、これはピザ銘柄2銘柄挙げてますですね。それか、銘柄はパパジョーンズインターナショナル、PZZA っていう銘柄とピザハットですね。まあ、ピザハットは、この両銘柄ですね、過去10年で株価はピザハットは31倍、パパジョーンズはですね、パパジョーンズインターナショナルは7倍ぐらいになってるんですよね。そういう意味で、経営の改善の余地があるっていうパパジョーンズインターナショナルをしてますが、まあこれも皆さんチャートを見て、それからご自身で判断いただくといいかと思います。5番の米国株式市場、今回の反騰局面で市場は随分買われて割高になってるはずですよね。しかしその割高は心配しなくていい。本当かどうか分かりませんけども、まあ、いつもアメリカは強気なんで、
まあ、こういう意見も出てくるわけですけども、と言いますのは、投資家は今年の利益どころか来年の利益どころかノーマライズされた、つまり正常化された利益っていうのは2021年だっていうことなんですよね。2021年の利益を見て、株価はプライシングされてるっていうことなんですよね。で、ここもとの金融環境、低金利と資金ジャブジャブを見ますとですね、PER は、まあ、20倍でも高い高いって言われてたのに、30倍でどうだっていうようなことを言ってるんですよね。そうしますと、今の2900いくつよりもですね、随分高くてもいい、そういう理屈なんです。まあ、どうでしょう。私は その理屈に賛同してるんですけど、なかなか皆さんのご理解を得られないんじゃないかと思いますけども、アメリカっていうのはそうなるんですよね。過去の歴史がやっぱり物語ってます。で、ただ一点申しますと、PER っていうのは、単年度、去年、今年、来年とかですね、これ短期の物差しとしてはですね、非常にまあ不正確ですね。あんまり参考にはなりませんが、後付けで、ああ、あの時は高かったんだねっていうふうな理由付けに用いられる時があります。それから、7番のハイテク、これは割高化するハイテク銘柄が実践している銘柄選びということで、今回の戻り相場でハイテク銘柄主導、特にクラウド関連、それから、電子商取引、それから直近ですと、半導体銘柄もですね、ずいぶん、特に金曜日、急騰してましたですね。まあ、そういう意味で、特に電子商取引とクラウド関連はですね、まあ、上気を逸したということじゃないんですけども、バブル的な動きしてますが、これらに対してどう対処するか、ここら辺グループ分けして、いろいろ実践方法を提案してますんで、まあ、多分皆さんお手持ちの銘柄も多いかと思います。ご参考にしてください。から9番のインカム投資、これはコロナ禍ですね、今回の危機の下で、まあ、随分優良な銘柄、それから連続増配してた銘柄もですね、減配だとか配当停止に追い込まれる。まあ、銘柄で出てきたのはですね、サウスウェストエアライン、サウスウェスト航空 LUV ですね、これ44年間続けた配当を停止しました。それからエクソンモビル、これは4月恒例の増配を、まあ、見合わせた。ということなんですよね。以上です。今回は不動産特集でしたですね。このバロンズダイジェストを読むことで、米国の不動産市場だとか住宅市場への理解が、まあ、随分深まるって言いますか、日本での報道と随分違うんじゃないかと思います。こういうところもですね、バロンズダイジェストを読む効用かと思います。それでは今日も良い一日を。失礼いたします。